やっほー、みんな元気？ I miss you so much! ということで、今日の企画のタイトルは、ブルル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 ダン !CD ジャケ写完コピーチャレンジ。簡単に説明すると、この世にはいろんな CD があるよね。私は洋楽が好きなんだけど、今日は私の好きな洋楽の中で、まあ、上位に入る、好きなジャケット、まあ、好きな曲の、なんていうのあれ、CD 写真、なんていうのあれ、カバー写真を家にあるもので完コピしようかなって思うのだけれども、これ理解できました？今の私の言葉が多分やったが早い。最初は、こちらの、ジェネ・アイコ様の、名前のね、呼び方がね、わかんないんだけど、チロンボ？読み方合ってる？CHILOMBO、チロンボ。初めて聞いた単語でございます。お願いします。そう、チロンボさん、チロンボ、やばい、チロンボつぼる。じゃあ、このチロンボのジャケ写、挑戦してみますか？これは比較的簡単だと思われる。頑張ります。T シャツをね、こう、どうにかして、一回結ぶ。頭の形がブスすぎる。で、なんか、黄色の水着あったから、これネジネジしてるの、わかるかな？この上のネジネジ感をね、出したいわけさ。で、髪の毛は片方に寄せて、三つ編みを作っていこうかなって。で、背景は今からクレヨンで描いていこうと思います。水色もさ、面積の方が確か多いよね。ガリレオになった気分になる。タラララララ X タラララララララ今戦場のようにな枯れてる震えの心で溶かしてどうも福山雅治さんは愛としていたのに風をやってくるにで彼女右の鼻に鼻ピされていたのでいてなんか見つけた。とりあえず指輪をつけさせて、あ、いや、いただいて。待って待って。いくよ。せーの。どう？できた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 ？次に挑戦するのが、ブブン！カミラカベロ様のライアーでございます！カミラカベロ、言いづらい。でも私のほんと好きなアーティスト、めっちゃ可愛いショーン・メンデスの彼女さんなんだけど、これは、むずくないか。羽、槍、全部、背中についてる。一人で背中は無理っぽいけど、できるところまでやってみよう！ここはちょっと裸っぽい色の服を着させていただきの、トートバッグで、ちょっと羽に見えるかな、みたいな。で、あとは槍を探すだけ。いいよ、いいよ、いいよ。で、槍には、この EXILE のライブで使う旗を刺して、見える？ちょっと違うか。でもこれが限界。次はみんな大好き、オースティン・マホーンのこちら !This is not the over! これはなんか弾に乗っとるけど、うちんちにはバランスボールチックなのがないけん、椅子で勘弁させてください。では探していきますか。はい、どうもー。まあね。まあ、僕ら、オースティン・マホーンとしてね、やらせていただいてるんですけどもね。とかやってそう。ちょっと彼、鍵盤ハーモニカ持ってて、私もう、多分捨てちゃったと思うけん、書こうと思います。右手にパソコン持って、左手に鍵盤。で、男っぽい座り方して、真顔かも。これは完コピじゃない、玉以外。続きまして、サブリナ・クローディオ様のこちら。Truth is! これは、まずドレスがないので、布を体の周りに振りかけまくる。
んで、谷間作って、こうよ。んで、後ろに人間を描きまくる。だからまず人間を描く作業が必要。これはね、大作業よ。もう二日ぐらいかかりそうだけど、とりあえず頑張ってみよう。全部描きましたで、ちゃんとちょっとずつ似せた。疲れた。こちらを、あの壁に貼っていこうと思われます。思います。Please hang up and try again.